本日はこのキッコーマンの大豆麺を食べていきたいと思います。汁なし担々麺風ですね。先に当てて、麺を入れちゃって、入れちゃって、こういう袋に入れますね。麺ですね、大豆麺です。こちら、ちょっと昨日も茹でちゃってます。でこちらの高タンパク低糖質の大豆麺で汁なし担々麺風ですね。まあ、唐辛子の辛さとですね、こちら、で なぜ先に入れたかと言います。ちょっと5分間茹でる必要がありますので、先にこちらですね、5、6分茹でてくださいというところまで、ちょっと先に茹でちゃってます。で大豆麺が、その大豆を 50% ブレンドした高タンパク低糖質な麺で、小鍋でもレンジでも茹でられますということですね。手軽に麺料理を楽しむことができ、体に嬉しい大豆麺ですというところで、新しい製品ですよね。こちら茹でていきます。完成したらこんな風になるみたいです。あとはこちら、メイン用ソース入ってますね。こちら簡単というところで、まあ当たり前のこと書いてますけど、作り方は外袋裏面をご覧くださいというところで、先ほど見ましたね。で袋のままレンジで加熱してくださいということで、まあアルミ袋なんで大変なことになりますね。電子レンジで加熱したら、で開封後は1回で使い切ってくださいというところで、また袋の縁で手を切らないようにご注意くださいというところですね。まあ、ちょっと切るかもしれないですね、こちら。まあこっちも切り口ですかね。キッコーマンの大豆麺麺用ソースです。簡単。はい、時間がかかるので、ちょっとパッケージでも見ながら時間待ちますから、ね、こちら大豆加工食品というところで麺用ソース付きです。大豆粉ですかね、こちら。大豆粉というかあれですけど、うん、であと小麦粉もちょっと入ってますね。大豆の方が多いんですね、こちらで。いろいろ入ってます。で麺用ソースは、醤油が上なんですね。醤油が入って、同等とか、ネギゴマとか、そのあたり。野菜も入ってますね。で、結構なんですね。で麺を、山形で作ってますね、こちら。で、ソースは、栃木県、宇都宮ですね。で、もちろん、小麦とゴマと大豆と豚肉ですね。大豆も入ってます。なるほど。まあ普通ですかね。まあちょっとやっぱカロリーが少なめですかね。ちょっと初めて食べててどんな味なのかちょっと気になるところですけど、美味しいんですかね、こちら。まあ茹でて。で、最後にソースをかけて、いい感じで茹でてますね。大量の水で
お湯で茹でてるんだけど、美味しいんじゃないですかね。ちょっと味見してみますね。あ、パッと見わかんないですね。麺です。うん、味は全然違いますね、やっぱり。まあ、大豆っぽいというとあれですけど、ね、でも小麦粉とは違う味がしますね。うん、ちょっとわかんないですね。まあ、こんなもんですかね、大体。大体で。で、あとはまた。まあ、お湯で切るの、ザルで切るのが一番なのかもしれないですけど、切らないで普通に入れていきます。うん、なんかやっぱり普通の麺とは全然硬さが違いますね。弾力がある感じですね。こちらが茹でたての大豆麺ですね。まあ、あんまり見分かんないかもしれないですけど、弾力がありますね。で、こちらにソースかけていきます。メインソースです。粘り気というかドロドロしたタレですね。おお、いい匂いしてるね。中華料理の匂いですね。これで完成ですね。ちょっと写真とやっぱ違いますけど、ネギとか乗せるとこんなもんなんですよね。絡ませながら食べていきたいと思います。まあ、いい匂いですね、こちら。大豆麺です。いただきます。まあ、ちょっとなんか変な音してますね。大丈夫か。うん、あ、味は美味しいですね。やっぱソースが美味しいんであれですよ。まあ、これは別に大豆麺である必要はないかもしれないですけど、ね、あ、でも普通の麺と比べるとやっぱり弾力があって大豆の風味がなんかしてるような気がしますね。日本そばに近いかもしれないですね、この感触というか味。味は大豆ですけど、ね、うん、これはこれでいいですね。うん、ツルツルいっちゃいますね。まあ、さっき麺だけ食べた時は不安だったんですけど、ソースを絡めると全然美味しいですね。うん、もしかしたらやっぱパスタがいいかもしれないですね、これ。まあ、値段が高いんでちょっとあれですけど、ね、同じ値段だったらこっち選ぶかもしれないですね。もう食べちゃいましたね。ほんとあっという間ですね。大豆麺
ツルツいっちゃうんですよね。うん、美味しかったですね。以上です。ご視聴ありがとうございました。